こんにちは。メンズファッションの専門家、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、最近僕が買ったですね、夏に使えるあるアイテムをご紹介したいと思っています。夏の着るものって結構難しいなと思うんですよね。秋冬だと結構着用点数が多いので、それなりにおしゃれができるかなと思うんですが、夏の場合は暑いので、重ね着とかがあんまりできないんですよね。そうすると1点ずつの選び方次第で全然見え方が違ってしまうので、結構ですね、夏の着こなしって難しいなというふうに感じています。通常であれば、トップス、上半身ですね。この選択肢というのは、T シャツだとかポロシャツ、あとはリネンのシャツなんかが挙げられますね。この辺りがベーシックであって、皆さんもですね、一度は試したことがあるかなと思うんですが、それ以外ってですね、なかなか想像がつきにくいかなと思うんですね。僕の動画ではですね、最近トレンドになっている解禁シャツ、オープンカラーシャツみたいなものもお勧めしましたが、それに続いてもう一枚ですね、ここ数年ちょっとトレンドになっているアイテムがありますので、今回はそちらのアイテムをですね、ご紹介したいなと思っています。はい、こちらの商品になりますね。なんだかわかりますでしょうか。パッと見ではね、 T シャツのように見えるかなと思うんですが、これはニットになるんですね。ニットというと長袖のものを想像する方がほとんどだと思うんですが、こちらはですね、半袖ニットというジャンルになるんですね。こういうアイテムなんですけども、ここ数年少しずつですね、増えてきたのかなと思っています。僕が一番最初にこういったものを着出したのは3年前ですね。ユニクロ9割で超速おしゃれという本を出したんですが、その中でユニクロ U の半袖のニットを紹介しました。まだその当時はですね、まだそんなに市場にも多くはなかったんですが、あれから3年ぐらいが経って、結構ですね、様々なアパレルでも取り扱いがありますし、僕たちにとって一番身近なユニクロでも展開するようになっています。だいぶ定番化してきてるのかなと思っています。ニットというと主に秋冬に着るアイテムだと思っている方が多いかなと思うんですね。それをですね、夏に着る感覚なんかはなかなかですね、多くの方にとっては新鮮というか、イメージにないのかなと思っています。ニットといっても厚みだとか目の細かさで全然雰囲気が違うんですが、こちらの半袖ニットに関してはかなり薄手になっているんですね。そして目も細かいので、割とですね、カットソー、 T シャツに近いような雰囲気になっているかなと思っています。 T シャツ1枚だとどうしてもカジュアルになりすぎてしまうんですが、このような半袖ニットであると結構1枚で着ても大人っぽさというところが漂いやすい点なんですね。ニット特有の滑らかで上品な雰囲気というのが表現しやすいかなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、この半袖ニットというジャンル、トライをしていただきたいなと思っています。今回ですね、ユニクロのものを買ってお持ちしたかったんですが、結構早い段階でオンラインの方ではサイズ切れしてしまったので、今回はですね、僕はナノユニバースのオリジナルのものを持ってきました。結構ですね、僕はナノユニバースで買い物することが多いんですね。ナノユニバースは僕は学生の時によく着ていたんですが、最近になって改めてお店を覗いてみると、結構ですね、僕たち30代40代世代でも使い勝手のいいようなですね、ベーシックなアイテムが割と価格帯を抑えめに展開しているので、僕は結構注目しているセレクトショップの一つかなと思っています。こちらの半袖ニットに関してもかなりオーソドックスなデザインですね。木をてらった感じもなく、サイズ感もですね、決してビッグシルエットすぎないので、多くの男性にとっては使いやすいかなと思っています。ナノユニバースの商品の特徴なんですけども、結構見た目とかデザインにおいてベーシックなものを作るというところも一つあるんですが、普段の生活において使い勝手がいい商品が結構多いんですね。こちらはですね、商品を買った時についてたものなんですが、ニットの常識が変わりましたと書いてありますね。T シャツのように洗えて、幾度の着脱や洗濯を繰り返しても負けない強度という形で書いてあります。ニットというと結構取り扱いがめんどくさいっていうイメージがあるかなと思います。すぐに毛玉になってしまったり、洗濯ってどうすりゃいいのと思ってる方も多いかなと思うんですが、こちらのニットに関しては結構手軽に洗いやすいんですね。通常のニットのように丁寧に丁寧に取り扱う必要はなくて、 T シャツ感覚で気軽に洗濯できるような作りになっています。もちろん洗濯の際には洗濯ネットに入れて弱水流で洗った方がいいかなと思うんですが、家庭で気軽に洗濯しやすいかなと思うので、その点もですね、かなり使い勝手がいいのかなと思っています。なかなかこの状態だけではですね、どのような見た目になるのか想像がつきにくいかなと思いますので、この後僕が実際に着ながらですね、どのようにコーディネートに落とし込んでいくのかという点について解説したいなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。個人的には結構気に入っていますね。
まあ、半袖ニットというものをあまり見たことがない方も多いかなと思うんですが、基本的にはですね、T シャツとそんなにシルエットは大きく変わらないかなと思っています。今回もですね、サイズ選びは結構迷いました。通常の S サイズにしようか、もしくは少し緩めのサイズを選ぶことで今っぽさを出すのか、まあ、迷ったんですが、今回はオーソドックスに S サイズを選びました。実際に着てみるとですね、すごく安心感のあるサイズ感ですね。この10年ぐらいを見てみると、やはり緩めのサイズ感よりもタイトめのサイズ感の方がよりオーソドックスなサイズ感と呼べるのかなと思います。そういった点で考えてもですね、このサイズ感、すごくジャストでいいかなと思っています。かといって決してタイトすぎる感じではないんですね。適度なゆとりもあるので、これぐらいのサイズ感がすごくバランスがいいかなと思っています。T シャツとの違いというのは、まあ滑らかな質感ですとか、適度な光沢感なのかなと思います。ちょっと近づいて見てみますね。はい、こんな感じですね。まあ、動画でどれぐらい伝わるかわからないんですが、非常に目が細かくて上品な仕上がりになっています。これでしたら1枚で着てもですね、カジュアルになりすぎないのかなと思います。すごくいいバランスのですね、半袖ニットかなと思っています。あとですね、デザイン的な特徴が一つありまして、この袖の部分ですとか、裾の部分にですね、少し太めの切り替えが入っているんですね。これがあることで、デザイン的なアクセントになっているんですね。僕はこちらはオンラインで買ったんですが、これが着てみたら実際どうなのかなというところを少し不安に思っていたんですが、まあ着こなしのアクセントとしてはすごくいい雰囲気かなというふうに思っています。僕は結構これはこれで気に入っているんですが、この部分に関してはちょっと評価が分かれるところかなと思いますが、割と大人の男性でも使いやすいのかなと思っています。そして今回のコーディネートなんですが、半袖ニットの下にはですね、ネイビーのストライプ柄のスラックスを合わせています。僕はですね、結構パンツは濃い色のものを選ぶことが多いんですね。まあ、トレンドのですね、白系のパンツも履きたいんですけども、どうしても子供と遊ぶことが多いのですぐ汚れてしまうんですね。ですので僕は濃い色でボトムスを引き締めることが多いです。今回はトップスが白の半袖ニットということで結構シンプルな見た目なので、ボトムスはですね、ストライプ柄のものを選ぶことで少しアクセント的な要素を取り入れるようにしています。こういったセンタープレスの効いたスラックスというのは結構ですね、切れ目の要素を足しやすいので、半袖のカジュアルさを少しですね、軽減してくれるのがこのスラックスかなと思っています。そして足元なんですが、こちらも定番のですね、白のレザースニーカーを合わせています。この着こなしは結構真似しやすいものなのかなと思いますので、ぜひ皆さんもトライをしてみてください。ただこのストライプ柄のスラックスっていうのがなかなか見つかりづらいかなと思いますので、ネイビーですとかブラック無地のスラックスでもいいかなと思いますので、まあそういったものでぜひ代用してみていただければなと思っています。この後ですね、もう一つコーディネートをご紹介したいと思っています。この着こなしがマスターできるとですね、半袖ニットの活用頻度がですね、だいぶ広がるかなと思いますので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。はい、着替えてみました。どうでしょうか。今回の着こなしはネイビージャケットにネイビースラックス、まあ、セットアップですね。その内側にですね、白の半袖ニットを合わせています。僕はですね、このような着こなしが結構好きなんですね。普段であればT シャツの上にジャケットという着こなしをするんですが、 T シャツの代わりにニットを取り入れてあげると結構上品なスタイルになりやすいかなと思っています。まあ、袖もですね、半袖になっているとそこまで厚すぎることはないかなと思いますので、真夏以外でしたらこのようなスタイルというのが結構ビジネスカジュアルですとか綺麗めの私服としてはすごく使いやすいのかなと思っています。このような着こなしができればビジネスシーンからカジュアルまで使えるので、すごくですね、活用の機会が増えるかなと思っています。僕自身もこのようなコーディネート春ですとか秋を中心に行っていますので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。このニットを着ていて一つ気づいたんですが、結構重要なのが首元のフィット感なんですね。結構この首のフィット感が緩いものってあったりするんですが、そういったものの上にジャケットを着るとなかなか収まりが良くないんですね。こちらはですね、結構首の部分がしっかりと締まっているので、こういった重ね着もすごくしやすいなと思いますし、だらしない見え方がしないので、その点もすごくいいなというふうに感じています。先ほど僕はですね、サイズ選びに悩んだと言いましたが、 M サイズを選んで少し緩めの雰囲気もいいと思うんですけど、まあ、今回のこの着こなしのように重ね着をするのであれば、できれば体にフィットしているものを選んだ方がバランスが取りやすいかなと思っています。まあ、トレンドはですね、ビッグシルエットですとか緩めのサイズ感になっていますが、タイトな着こなしというのが決して NG というわけではありません。むしろ僕たち大人の男性にはこういったアイシルエットというような上下両方ともタイトな着こなしというのは結構似合いやすいかなと思いますので、原点に立ち返ってこういったベーシックな着こなしというところも皆さんにはトライをしていただきたいなと思っています。はい、ということで今回は半袖ニットというアイテムについて解説をしてみました。なかなかですね、春夏にニットを使うというイメージが湧かない方も多いかなと思います。
ますが、まあ、今回の動画を参考にしながら、ぜひ普段の着こなしに取り入れていただきたいなと思っています。まあ、半袖ニットにはですね、T シャツにはない上品な雰囲気というのが漂いますので、僕たち30代、40代の大人の世代にはですね、非常に使いやすいアイテムかなと思っています。まずはホワイトのような爽やかな色、もしくはですね、ネイビーですとかブラックのような濃い色で引き締めるのもいいかなと思いますので、ぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。